三浦春馬くん。ゆうくん。どうも。来ちゃいました。お、ちゃんとあのピコ太郎さんのひげ洗ったんだね。あ、そうなんですよ。先ほどこう綺麗綺麗にしていただきました。見てたよ。見てくれました。ありがとうございます。今日もずっと笑いながら見てました。本当ですか。歌わせていただいております。まあこういった機会をいただきましたので、その大人高校というドラマの主題歌に起用していただいております。僕のルポルタージュという楽曲をですね、今日は主演をしている三浦春馬くんと一緒に歌ってみようというのを、はい、今日最後にやらせていただきたいという。僭越ながらよろしいでしょうか、武道館。参加させていただきます。歩き続けて春が過ぎて夏が過ぎて僕らは大人になってゆく。抗いながら抗いながら潰されそうな重圧に耐えながら、秋が過ぎて冬が過ぎてここで諦めて黙る過去は、踏みとどまり踏み出し続けて大切な人の笑顔に会える日まで。人は醜い、そして愛しい。歩き続けて春が過ぎて